快挙結構重要からしたね。そう思います。おはよう、ハートびっくりマークさん、ありがとうございます。なんか降ってきてる、すごい。ああ、そして、おはよう、おはよう、初見でした。初見でしたね。ラジオ体操のお時間です。お時間です。せいくん、のりぶんさん、富士さん、メルキュールさん、ニーガンさん、ルートさん、シロちゃん、出まかせプリンスさん、デコデコさん、加藤健さん、ナオさん、トッシさん、右耳に右ニキビさん、OTGP さん、通用さん、ヨッピーさん、メロンパーさん、ハセショウさん、ピンクカメオさん、ありがとうございます。なんか初めて見たやつがいっぱい。なんかポップコーンみたい。食べた。パクパク。ちょっと怖いですね、やっぱ朝は。朝の配信はテンションがおかしいから怖いんです。私も怖いです。前髪を整えて。頑張ります。今日も。よし。おはよう。おはよう。YNNT、はい。明日から出てきたよかった。ね、最終日はもう絶対鼻声直すから。てか今日で直すって決めてる。今日で直すって決めてるから。家着ですね、これは。おはよう、おはよう。不思議な踊り見に行きます。違うよ。ラジオ体操。なんですけど、一応。その右の扉、右の扉、これは、クローゼットって、物入り。で、右に声枯れてる気する。だから遠い、なんか頭まで入れようと思ったら、ここしかない。遠い気がするけど。近く。あの辺。この辺ぐらい。もう、かわいい。もうなんか朝やからもうほんまにすっぴんすぎてかわいくない。昨日カジュパ対戦ありがとう。こちらこそありがとう。そう、ちひろに調子にしてくださってる方もね、たくさんいて、そのおかげで、素晴らしい順位に入れて嬉しいです。ありがとう。よし。まあ、今日は、あれですよ。第2を、ちょっと見てきました。昨日の夜、予習。なので、昨日よりかは、まだマシな、結果になっていると思います。昨日よりかはね、昨日よりかは、マシ。ここ大事やから。昨日よりかはマシ。え、ラジオ体操始めてから体柔らかくなった。そう。大切それ。みんなの健康のためにやってるから。みんなで健康になろうっていう企画やから。何ビンゴされましたか？ビンゴ？なんかビンゴしたい。今すごい。っていう思ったから。ああ、ミスった、ミスった。ね、昨日めっちゃ可愛かったね、大阪弁で。手大きい。わからへん。メンバーで一番かどうかわからないけど。手が大きいです。手大きいが CYNN。CYNN さんと共に。最終日は30分に始める。ね、なんで1分遅刻するんや。ほんまに、ほんまに、ぴったりに始めてるんや。なんでなんだ。ちょっと、1を探している。おはよう、おはよう。
じゃあ皆さん、やっていきましょうか。第2、ラジオ体操第2。ちょっとイヤホンを、なんていうの？なんか、つなげたかったです。なんていうの？なのになんか、つながらないんだね。有線のイヤホン。だから、今日もなんかちょっとぐだるそうな感じがするんですけど、まあ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 、ちひろなら、まあ、そんなこともあろうかと。あ、つながるかも。あ、待って待って待って。ちょっと待って、こっちにつながった。あれ？つけてた方がいい？もしかして。違うね。横の、こっちの、YouTube を見る方につなげたんやけど。こっち、あ、ない方が聞こえやすい。あ、よかった。じゃあ、こうしよう。じゃあ、ちょっと行きます。危ない危ない。よし、OK、無音にできました。はい、来ます。もうすぐ多分来ます。あ、はい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 。あ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。 OK、 はい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 、に三四四二三四一二三四二二三。こうなんかカウントが難しいねこれ。皆さんも一緒にやってくださいね。来れてますか、皆さん。ここがちょっとチュロの苦手なところ。楽しい。うおー。はい。うおー。はい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 。多いよな。ふうふうあほうふう。なーら七八二二三四五六七八。ふやったー、やったー。皆さんできましたか？今日も足安全。
なんかこれ着てやったら YNN さんの企画みたいになっちゃった。あ、みんなできたってそんなこと誰も言ってなかった。筋肉痛にはなれなかったで。あ、果汁パンのビンゴか。果汁パンのビンゴ揃ってない。全然なか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 ですね。待って待って、みんなどこみんなやってるよ。すごっ、おはよう。外でやってる大丈夫、変な人やと思われてない、もしかして。可愛くて面白い来年に流行る踊りですよ。はい、いえゆりそう、やっぱあのラジオ体操結構ね、いいところとはいいところ、苦手なところと得意なところがあるから、まあこういうラジオ体操プロにもなればね、そういうのがあるんですよ。まあ、みんなもそういうのを研究していこう、一緒にそう、まあまあプロやからそのうち体を壁にぶつけて穴開けたらもう家入れてもらえませんよ。あ、待って、おらんかった千尋初見です、初見さんじゃないです、ありがとうございます。でも来てくれてなんか微妙、あれ、あ、でも昨日より上手くなってる、ありがとう、えらい。あね、体操したらなんかすっきりしますねあの一人は家で24時間、ちょっと一人で24時間やってみたいね。24時間配信ショールームを勝手にあ、テロップ忘れてた。え、もう手遅れ忘れてた。寝違えたこと、寝違えますよく、なんかもう首が痛くなる。今日は大丈夫です。せーの、1、2、3、4、ストレッチ、みんなでせーの、ことっち、こんなんですよね。忘れちゃった、もうやばい。一緒に体操できた。おー、1週間後に筋肉痛筋肉痛つらい。ラジオ体操第3やってね、明日どうしよう。あー、反抗そう。明日皆さんどうし、あれ、あった、あれ、明日皆さんどうしますか。じゃあラジオ体操第2をもうちょっと極めるか、一回原点に戻ってラジオ体操第1をするか、ラジオ体操第3にチャレンジするか迷いどころですね。ちょっと線描きたそう。ここの線がめっちゃかすれてる。よし、うん、OK。 今日は11月6日、もう6日も経った、11月始まって早っそう、昨日で学びました、ハンコはちっちゃく書いた方がいいと学んだよ。じゃん、書きました昨日のここかわいい、じゃんじゃんじゃん、埋まってきた。あと2日残すところも楽しみですね。よいしょ、待って待ってね、ラジオ体操の研究
そう、ラジオ体操プロ、あれ変変じゃないよ、千尋マイジバナあれ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 、ちょっと危ない初見です、初見じゃないです、わかるよおはよう、おはよう。ジャンプした時天井突き破ってたよ、一回こう穴開けてもう一回帰ってきてた。まあ早すぎてみんなには見えてないけどね笑顔バリカワイ、ありがとう待って、え、シオンさんって毎年誕生日に24時間してた、すごっ。24時間起きてたことないです、寝ちゃう、絶対絶対寝ちゃうんだよね。最終日はカバディ絶対一人でできひん、カバディ、うん、一緒にラジオ体操したよ、えらい。キャッチフレーズいきます。あれ何してるん、チェイルンスマイルン足りてるん、ルンルン笑顔のチヒルン、チヒルンのことをずっと見るんやで、はーいキャッチフレーズ、毎年誕生日年齢分の時間はそれで24歳になった時にあと24時間ってことね。確かにすごい。じゃあ千尋次17時間や次17時間、え、ラジオ体操配信ちょっと聞いて興味津々やそうなんや第3みたい、第3っぽいな、第3か、あ、頑張らんのは体操あ、プロ、まあ、確かにこれは、まあ、プロでいなきゃダメかヨーデル、ヨーデル、ヨーデル、ヨーデル体操もやりたいね。自作のラジオ体操第4。おお、大丈夫？なんか第二でさ、ただでさ既存するのであれやんな待ってるザミニさん、ナオさん、チャンピオさん、なにわのひでさん、ひろゆき、宮崎さん、つーよーさん、しろちゃん、ルートさん、トマトさん、ニーガンさん、かきさん、メロンパンさん、たぬきさん、あ、だいだいさん、たぬぶちゃさん、ジャンピオさん、あきさん、ひろくんかな、りょうさん、ゆいなちゃん、やすさん、ズッキーニさん、みうえさん、ありがとうございます。待って待って、あずしたあだ感じだったタンって言っちゃった。あつしさんありがとうございます。かわいい子がおる。パンダに乗ってる。待ってね。ちょっと待ってね。こっちのなんか画面上がバグってるんだ。ありがとう。ちょっと待って。ちょっと待って、あと。よしよしよし。チヒルならできる。みんな。みんな朝だねパヤ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 見えてる、やばいパヤパヤやばい、いやね、もうすぐ、そう、確かにチヒルもそう思ってんね、最終日に油断して油断してちょっと今日最終日ぐらい余裕で起きれるやろうって思ったら、まさかまさかの、うん、最終日寝坊とか、いや、そんなこと考えたあかん。ちひろなら絶対起きれる、絶対に起きれるんな待って待って、かわいい子できた、よしできたよ、じゃん、あつしさん、くまちゃんタワーありがとうございます。
パンダもいます。かわいいクマちゃんとパンダ。ありがとう。ハート。笑顔。ありがとう。ちょっと待って、ちょっと待ってな。じゃあ明日は第三、第三するね。第三は何も考えず第三。あの明日も予習なしでちょっと初見第三します。任せて。ああ。ダジャレ言いながらラジオ体操。絶対無理や。もう頭ただラジオ体操するだけで結構。体と頭を使うってこと？いいの、確かに。確かにね。12時間配信。17時間だね。次17歳。ね、ラジオ体操極めてセクシーキャラでね。極めたセクシーキャラになれるかな。おでん屋さん、コルトさん、メロンパンさん。ありがとうございます。あ、ひろくんなんか掛け軸文字まで見えへんか見えるかも。守りたいこの笑顔やった。ありがとう。あ、やばいやばい、押しちゃった。待って、もう54分、やばい。54分なので、じゃあ壇上読ませていただきたいと思います。あ、今日のうふん、いいよ。髪の毛、うふん。はい。はい。そうですね。パーカー女子、ありがとう。いいね、いいね。うん。ルンルンルン。今日も可愛かった。アンガールズさんの田中、あ、じゃ間違えた。アンガールズ田中さんのカニ、その調べたんですけど出てこんくて、なんかあれなら出てき、あ、出てきたの、出てきたんですけど、これであって、なんかこうこういうやつこういうやつ当てるかな。じゃあ皆さん行きます。13位、桃とさくらさん、ありがとうございます。12位、ザミニさん、ありがとうございます。わんわん。11位、たぬきさん、ありがとうございます。10位、富士さん、ありがとうございます。なんかもうあの風で。9位、チャンピオンさん、ありがとうございます。パンダ。8位、ナオさん、ありがとうございます。ハム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 。どこだ。7位、ルートさん、ありがとうございます。マントマント。6位、トマトさん、ありがとうございます。トマト昨日食べた。5位、ニーガンさん、ありがとうございます。アライグマになってる。あどこだ。4位、シロちゃん、ありがとうございます。3位、冬太郎さん、ありがとうございます。キリ。2位、ひらさん、ありがとうございます。食べちゃった。1位、あつしさん、ありがとうございます。おー、これこれですか、残像千尋の。おー、ありがとうございます。パチパチ、よいしょ。今日もね、朝から見に来てくれて、一緒にラジオ体操してくれてありがとうございました。うふ、持ちネタ増えた、やった。
それで餌を食べる感じ。あ、カニ、あ、これで合ってるっぽい。これで餌を、あ、餌を食べる感じね。ちょっと我に返って恥ずかしくなったからもう壁になります。一回恥ずかしい。じゃあ皆さん今日も元気に。あ、今日はじゃあ果樹パー9時ぐらいからやろうかなって思ってるんだ。でも9時までもちょこちょこ絶対やってるから会おうね皆さんありがとうございました。明日もね来てね。シュール、シュールのラジオ体操、シュールじゃないよシュールじゃない、みんなワイワイ面白いラジオ体操でしたねそう、レオンさん、アサヤンさん、ザミニさんありがとうございます。また明日ムチエルはこのラジオ体操で目を覚ますことによってあの学校でそう力を発揮するから、ちゃんと真面目に勉強する。だから皆さんもお仕事とか学校とか一緒に頑張ろうねもう寝てたいけどね一日でも頑張るYNS の宣伝結構宣伝になってる。やっぱここにチールの顔面とかにした方がいいかな学校の学校でも昼寝しよ。確かに寝ちゃいますねやっぱり頑張って起きます。今日は一日起き続けて夜にいっぱい寝るもんあ、皆さんありがとうございました。バイバイ、また会いに来てねありがとう。あ、スクショタイムしとこう。